皆さん、こんにちは。アレです。今日は、よく使う性格を表す言葉について話したいと思います。じゃあ、今日の言葉は、有能という言葉ですね。じゃあ、イタリア語でなんて言うの？ Capace。Lui è capace。になります。女性だったら、Lei è capace。この場合だと違いはありません。capace, capace になりますね。もっとシンプルに伝えるとしたら、lui または lei è una persona capace。私が個人的に使う言葉は、competente。例えば、男性だったら、lui è una persona competente。lui è una persona competente。女性だったら、Lei è una persona competente. 他の言い方は、Lei è competente, lui è competente. お言うだけで OK ですよ。では、皆さん、イタリア語の勉強を頑張ってくださいね。次の動画でお会いしましょう。またね。